どうもこんにちは、銀行マイスターの岩田です。今日は外れたチェーンの直し方、これをご紹介いたします。まず4つのパターンがあるというのを覚えておいてください。まず一番多いのが、フロントギアのところのインナー側にチェーンが落ちる。2つ目、同じくフロントギアのところアウター側にチェーンが外れる。で3つ目、後ろですね、後ろのスプロケット、リアディレイラー側のローギア、大きい方のギアのところでチェーンが外れる。4つ目、その逆、後ろのスプロケットの、トップギアのところでチェーンが外れる。この4つがあると思ってください。で、次にですね、まずチェーンが外れた。なんかおかしいぞ。足がガチャガチャするぞ。前に進まないぞ。もしくは足が固まってしまった。この状態をまず確認してください。前が外れたのか、後ろが外れたのか。で、前が外れたのであれば、おそらく空回りします。ペダルが。くる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 っと。で、この状態は、およそ走りながらでも直すことができます。で、次に後ろ。後ろのギアの、後ろのチェーンが外れると、まず、ペダルがガチャッと止まってしまいます。後輪がロックしたような状態になってしまいますね。この状態の時は、絶対にペダルをそれ以上、漕いではいけません。止めましょう。まず止まって降りる。この2つのパターンを見極めてください。はい、まず、1番目、最初のパターン、フロントのチェーン、ギアのところでインナー側に外れた状況としてはこういう状態ですね。はい、ペダルは空回り。で、この状態の場合はですね、まあ、うまいことやると走りながらでも直します。走りながら直すときはまずインナーに外れたのでギアをアウターにします。で、走っている状態なんでペダルが、後輪が回っています。で、この状態でペダルをクランクを回せばはまります。走りながらやるのがちょっと心配だなという方は一回降りてください。降りた状態でやることは先ほどと一緒です。インナー側に落ちているのでギアをまずアウター側にします。サドルを持ち上げて後輪を前に回転させます。勢いがついている状態でペダルを回します。はい、はまりました。では次にフロントのアウター側に外れてしまった状態、わざとやるとこういう状態ですね。はい、で、これもこんな感じ、傷がつきますので、この状態でもまあ走りながら直すことはできます。先ほどと一緒です。まあ、走っている状態なんで後輪が回ってます。ギアをインナーにします。後輪が回っています。ペダルを回します。はい、インナーにはまりました。で、うまくいかないと傷がつきます。先ほどのインナーでも一緒なんですけど、多少フレームにチェーンが擦って傷跡が残りますので、怖いなという方はどちらの場合も、よいしょ、ここですね、ポイントはリアディレイラの後ろ側、こうも押す、前に押すとチェーンがたるみますので、たるんだ状態でチェーンをかけてやれば直ります。次に後ろのチェーンがはまってしまった、落ちてしまった、これかなりどちらかというと深刻なんですけど、はい、ちょっとわざとさせるのなかなか難しいんですけど、こういう状態、これ嫌ですね。こういう状態、これだとまあ前に焦げません。うわーってなります。スプロケット、ローギアと後ろのスポークの間にはまってしまった。で、よくする失敗はこの状態でみんな焦ってペダルをグッと踏み込んじゃう。で、踏み込めば踏み込むほど食い込みます。食い込みますので、これは落ち着いて止まって後輪をゆっくり後ろに回しながらチェーンを持ち上げる。で、これはどっちかというと誰か人がいるといいですね。よいしょ、必ず後ろに回すと。で、
この状態の時はもう自転車ひっくり返した方がいいですね。よいしょ。よいしょっと。はい、はまりました。はい、最後、トップギアのところに今はまってしまった。こういう状態かな。はい、フレームとトップギアの間、こちらにはまってしまった。でこの状態ももうペダル前に漕ぐことができません。この状態の時はどうするかというと、まずはクイックレバーを緩めてください。クイックレバーを緩めることで少し幅が広がるというか、エンドの幅が楽になりますの でこの状態でまた少しまあ後ろに引っ張りながらというか、まあ、はまってしまったチェーンを引っ張り出してあげると。でそれぞれの外れ方によって直し方というのは全て異なりますので、落ち着いて作業をしてみてください。